はい、はい、始まりました。ありがたいのポンポコラジオですよ。ラララ、はい、ラジオですね。ポンポコラジオですね。はい、ラララジオの時間が始まりました。ラララジオではないです。ラララランドじゃないで、はい、見たんですか。ラララランド見たんですか。いや、僕はもう見ないですね。なんでラララランドは。なんで見ない。いや、もうセッションの監督の映画では。セッションも見てないんでね、もう見ないと思います。え、でもあれ、俺が勧めたじゃん、セッション。はい。で、一回なんか借りなかった。一回借りたんですけど、うん、いや、これだから話すと長くなるんですけど、さっとあなた、あらすじを全部言うじゃないですか。いや、言ってないよ。ちょっと導入でしょ。導入というかね、一回だからね、うん、20世紀最後の旅です、あれ。何でしたっけ。20世紀最後の旅。20世紀宇宙の旅っていうのをね、まあ、あれね、あなたが本当に面白いよって言って、はい、で、あらすじをまず言ってくれたのよ、うん、で、俺あらすじだと思ってたの、それが名作でしょ。そうそう、うん、あらすじだと思ってたらさ、うん、丸ごと本編だったの、見てたの。あなたは確かにあの映画に関しては僕言ったかもしれません。で、俺もうそこで信用を失ってあなたに対するそので、あれは言っても見れる映画だから最後まで。いや、でもね、もう結構信用を失って、うん、いや、だからあとあれもそうよ、カッコーのなんとかとか、カッコーの巣の上で、そうそう、あれもなんかあらすじを、あらすじってか結構ラストまで言ったでしょ、確か。え、そうかな。言った言った言った、うん、で、それでもう俺だから借りたんだけど、でパッケージ見たの。いや、ジャック・ニコルソンがめっちゃかっこいいのよ。で、だから分かるよ、うん、パッケージ裏のガーシでパッケージ見たのよ、はい、で、あらすじちょっと書いてあるのよ、うん、で、ちょっとしか書いてないけど、もうあなたの情報が、うん、多分ラストまでのことを言ってるのよ、はい、で、僕はやっぱその借りて1週間でしたけど、はい、もうやっぱ返しましたもん。なんで返すの。1回見てよ。やっぱきついのよ。セッションなんで見ないの。セッションはね、見たいよ。で、見たいけどね、なんかトシさん、川さんが言ってたのかな、モダンタイムズの、うん、なんか影響されるっつって、んそういうセッションを見て、俺もああなりたいとか思っちゃうから、なれないわ。え、あ、別にそんなならないから、わかんないから、まだ見てない。あと、やめて。え、何言うの、やめて。そのなんだよ。いや、今言うかもしれない。お前が呼び水やったんじゃなくて言うかもしれない。俺は呼んだんだよ。もうやめて、本当に。え、もう映画一切俺の前で語らない。悪いけど、映画のことについてはなんでだ。いや、だからもう全部言うから、いや、でもほら、なんだっけ、アマデウスとかうまい具合になんかいいとこだけしか言ってないで、見たら。アマデウスもね、大体、うん、最後まで言ってたよ、よく考えたら。サリエリとモーツァルト、サリエリとモーツァルトが、サリエリが大好きな映画、浮かばれない、サリエリが殺したみたいなのも言ってたから、サリエリがそれ使えないからダメだよ、殺したとか言ったら。だから全部言ってんのよ。え、ネタバレしたらダメだよ。勘弁して、本当にもうたくさんだから。わかりました。映画の話は映画と、あとその俺が落語もさ、なんだっけ、あなたの芝浜とか、そう、芝浜のせいで俺はもう落語を見なくなった。どういうこと。芝浜がちょっとわかんない。だから誰だっけ、男子師匠の芝浜が面白いってなったら言って、うんうん、で、あ、そうなんだっつって、うん、で、公園でね、夜寒い冬空の公園であなたが演じたじゃない、はい、演じましたよ。で、俺あらすじを言うと思ってたよ、また、はい、なんかお辞儀をしだして最後3、40分やった。3、40分開演して、はい、俺ちょっと言ってたよ、ここでもういいよって言って、もう分かったから。もう分かったからって、全然聞かなくて、最後の、あなたが、なんとかなんだよみたいな。それじゃあ、夢になっちゃいけねえよ、最後のやつね。最後のバシッと決めて。だから俺もその時点で、もう俺落語からもちょっと。なんで。いや、落語こそだって話してても面白いからね。いや、きついきつい。なんで。長いんだもん、だって。ないんだよ。落語、落語は確か長いよ。長いでしょ。確かに。しかも饅頭大帝国がちょっと目離したらもうわけわからんくなるし、ね、そうでしょ。あ、そうなの。まあまあ話によっては。あとなんか上手い人になってくるとさ、うん、こういうのあるじゃない。あるよ、上師もね。上師も、うん、上師も全くやんないじゃん。ああそうだね、うん、もうそんなんじゃないよ、目線とかでね。あれがムカついてしょうがないよ。なんでムカつくの。だから分かんないよね、初めて見る人。なんかマジでさ、マジでさ、真正面でやるじゃない。やるやるやる。うまいとか名人とかなってくると、うん、俺もうそれがもうちゃんとやってほしいのよ、上師も。お前もちょっとあるでしょ、今誰かみたいな。正直言ってよ。いや、口調で分かるじゃん、なんか。いや、もう分かんないって。いや、ねえって、もう女じゃん、うん、どうしたんだよみたいな。もう女じゃん。あと底辺だもん、あげろって男じゃん。それをさ、なんだって言ってほい、上師もなしでやるじゃない、うん、多重人格者に見えるのよ、俺。見えない、お前だけでそんな見方したんだ。最後まで見れないよ、落語は。
な、そうなの？きついのよ。あの、高橋さんも一緒だ、正則さんと。あ、錦鯉の。うん。俺約束してるから、もう落語は見絶対見ないって言って。関わらないって、俺の生涯に。いや、見た方がいいと思うよ。やばいよ、約束ばっかするね、人と。約束するわけ、ね、わかんない約束ばっかしてきて。悪い方、悪い方に行くの、それが。がんじがらみなすごい約束、何がしたいの？天竺の河原さんとも約束したからね。天竺ですよ。何を約束したの？このままの漫才に行くってね。本当に。まあまあ、ね、今後何があろうと思うみたいな、はいはい。売れなかろうと思う。売れなかろうと思う。このまま。このままの漫才に行くみたいな。行ったら売れるってことでしょ？行ったら必ず何かがあるんですよ。だからお前、自分らを信じろっていう。そうそうそう。西田さんも同じこと。笑い飯の。うん。なんかね、貴重な時間を過ごしたんでしょ？いや、そうなんだよ。敗者復活戦でさ、うん、なんて言うんでしょうね、終わったじゃないですか、はい、敗者復活戦が終わって、もうすごいですよ、だって正直ですね、あの敗者復活戦、準決勝、ビリからやってるんですね、うん、はい、発表がね、そう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 、あ、ビリからやっててね、順番がね、うん、戦う順番が、うん、事前にもう知ってたじゃない、はい、あのビリだということ、だいぶね、早い段階で通知は来てた、ね、間で通知を来て、うん、で、お笑いライブで、絶対やったりますみたいな言ってて、うん、お客もわーってなってたけど、はいはい、で僕ら、心の中では、ビリなんですと僕たちみんな盛り上がってくれたけど、ね、そうそう、みんないけいけみたいな言ってたじゃない、うん、絶対優勝だよみたいな感じで顔してらっしゃいましたけど、どれだけ言いたかったかねいろんなボケいるじゃん、最下位ボケみたいなの言うじゃん、ビリなんですと、はい、我々は準決勝本当の最下位で行ってるんです、はい、それでもあなたと二人でさ、どうするか考えて、考えてね、でもまあ決勝にも行きたいと、はい、で、爪痕も残したい、はいはい、で、あなたが叩き出したね、はい、あなたが何ですか導き出したのは、うん、あの敗者復活戦のあれをやったらどうだと言って、はいはい、で、僕もあ、まあそれならいいんじゃないかと、うん、その漫才の前のやつをやると一か八かね、そうそうそう、うん、一か八かでやって、はい、で、正直結構良かったのよね、まあ良かったね、感触は、反応はね、うん、ちょっと嬉しくなかった、会場のね、トップバッターだったからさ、そうそうそう、出てきた瞬間にさ、うん、ふぅーみたいな言ってたじゃん、お客さんが言ってた、ふぅー、いや言ってたの、歓声が上がったのよ、 あの盛り上げようと思って、うん、で、そこで結構受けたのよね、ザ・ W じゃんじゃんいや、そうよ、だからいや、俺、後でも話そうと思ったけど、はい、ザ・ W のお客さん、一番いいね、あれね、あれだったら、もうパーティーパーティーあれだったらもうめちゃくちゃ楽しいよ、パーティーピーポーじゃん、ふぅーアゲアゲでみんなアゲアゲでね、もうアゲアゲで言ってほしいよ、M1 もちょっとステ俺だ全部は見れてないの、うん、その録画したんだけどなんか撮れうまく撮れてなくて、うん、でまあちょいちょい YouTube で探して、うん、YouTube とかダメなのか、まあちょっと見てないけど、録音声で、で、ステテコさんのだけ見たけど、あめちゃくちゃすごかったですポールダンスポールダンスでも、まっちゃんと高須さんがやっぱ面白いね、あれ副音声があれもうさ ステテコよってするの捨ててこう、ここ大事やねふぅーそら、ちょっと高さんのとこもなんか、まあちょっとふぅーの意味はちょっとわからないけど、あれやっぱ面白いよね、何がふぅーやネタを見てないもんね、そうそう正直、うん、なんか、どういじろうかとしてるやんかあらーみたいなこいつ、クソ下手やな普通に言って、うん、まあでも、そういうとこや、なんか何回やっても下手に見えるみたいなとこでしょ、良さは、そうそうそう、だって捨ててこさんなんかさ、うん、ずっとやってたじゃない、そう練習はめっちゃしてるよね、絶対、うん、もう裏でしてるよってか喋ったもんね、だってこのラジオでも第2回ぐらいで捨ててこさん何してたよ、浅井企画のネタ見せた、浅井企画で僕たちがさ、うん、初めて浅井企画のオーディション行った時にあの9時から書かないといけないのよね、はいはい、手順を、うん、そして横パッと見たら捨ててこさんが、はい、4年前ですよ、4年前捨ててこさんが、5年ぐらい前じゃない、もう5年も前、うん、もうそんぐらいじゃないかな、ポールダンスをしてたんだよね、はい、してました、そうそうそう、で、俺はまさにあのネタですよ、どっちかだと思って、はいはい、芸人か、うん、もう、よすて人、どっちか、よすて人よすて人、いや、並ばないでしょネタ見せの行列、並ばないでしょ、よすて人は、俺たち朝9時に行ったじゃん、確か、まあ、朝9時に行ってシャッター閉まってさ、うん、もう一番乗りだと思ったら、うん、よすて人みたいなやつがさ芸人だよ、絶対もう、よすて人みたいなやつが来たじゃん、ポケモン GO と一緒、あれポケモンと一緒でさいたんだから、もうあれいたけど、ポケモンじゃないのそこにずっといるわけじゃないのよ、でも、正直引かなかった、朝9時だよ、だって、うん、朝9時でさ、で、2人でちょっと見てたじゃない、うん、あの、名前書き終わって外でちょっと、はいはい、
ずっとやってて、うん、ちょっと怖くなってさ、はいはい、逃げ出したじゃない、2人で逃げ出12時からだから、はい、ネタ見せがね、まあ、時間がね、あったからねいつまでやるんだと思って、怖くて逃げたんじゃない時間があったからねで、怖い怖いってなって、まあ、時間もあったし、うん、で、なんかご飯食べてさ、はい、で、11時45分ぐらいかな、うん、で、帰ってきたら、まだやってんのよ。いや、やってましたね。そうで、汗かいてさ、うん、そこでちょっと考え変わったじゃない、うん、あ、素晴らしい人だと、はい、こんなに、こんなに自分の芸に集中して、はい、いや、まだヨステビトの可能性あるよ。いや、ヨステビトの、もうやばい、だってヨ捨ててるからかもしれない。違う、もうみんな並んでんだよ並んでる横でヨステビトでも、あ、俺素晴らしいなと思って、はいはい、で、なんか名前が呼ばれたじゃないですか、ネタ見せ順の、うん、まず何とか何とかで、牧野捨ててこうって言われて、はい、で、次が俺らだった、うん、で、ランジャタイには中入ってくださいって言われて、はいはい、で、中入ってさ、で、もうまず牧野捨ててこさんの出番になって、うん、で、作家さんの前でネタ見せるんだけど、うん、俺たちがさ、どんなネタやるんだろうと思ったらさ、あのポールを置いてさ、はいはい、着物を着て座布団引いて落語をしだしたじゃない落語みたいなネタをね落語みたいな、そういう、でそれで普通に意見とか聞いてて、はいはい、2ネタあると思うじゃんこちら、そうだね、でそれでありがとうございましたって終わって、はい、棒を持って出てったのよ外に、はい、で正直もう震え止まんなかったじゃん2人でヨステビトなんですよ結局結論は、そう、はい、もう漫才ガッタガタなって2人で、はいはい、もういいよみたいな2人で怖いもん見たからとんでもないやつがいたで終わってもうさ、うん、扉をガラッて開けたら横にもうヨステビトがさまたポールダンスの練習をしてんのよそんだけ練習したネタだからねやっぱ貫いてたんじゃないこの芸能界で2人でうわーって悲鳴上げて走ってさ、うん、二度と浅井行ってないじゃないですかそのせいじゃないからねでも近づいてないじゃないここには、まあまあまあ、はい、でもその人が出てるからね、ザ・W に。いや、そう考えたらすごいことですよ。いや、だからその、うん、一本刀をさ研いで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 よ、はい、研いで、あれだからね喉元までたどり着いたんですよ芸能界ダウンタウンのまっちゃんの喉元に突きつけたよたかちゃんとねたかちゃんをあれすごいよね。ね、俺全部聞きたいわ、副音声放送室めっちゃ聞いてたから。いや、面白かったよ、全部。いいなあの、褒めてたしね、いろんな楽、え、みんな褒めてた。あの、花椒めっちゃ褒められてた。へぇ、いいって。花椒のどっちかのこの子器用やなみたいな、ずっと言ってた。器用、ほんまいなみたいな、すげえ褒めてたり、いろんなことしてたけどね。まあいいな、聞きたい。面白かったね。誰、いやでも捨ててこが僕が一番好きでしたね。捨ててこ3年、捨ててこ、牧野捨ててこが、捨ててこ3年気をつけてですよ先輩だから。いや大丈夫、炎上しないよこれ。炎上しない。捨ててこっつっても誰も、いやでも捨ててこさんの耳に入って怒るかもしれない、目変わるかもしれない、捨ててこさんの。まあ今となってはね、権力持ってるからね権力持つ前でも多分おかしいでしょ、分かんないけど。いやもう素晴らしいですね、捨ててこさんも面白かったな。はい、いいじゃないですか。なんだろう、フィッシャー復活戦の話。あー、じゃあ復活のね、だいぶ横道それたけど。そう、捨ててこが邪魔してきたな、捨ててこさんね。それで牧野捨ててこが、もういいだろ、敗者復活戦の邪魔して邪魔してないよ、何にで、出たんですね。で、うん、結構さ、あの反応は良くて、僕たちのお客さんがね、まあ、まあね、うん、うん、いや、なんか事前に言ってたじゃないですか、僕に、はい、行けたと思ったら、はい、あの、セリフを言うと、僕がまあ、てか、いけたと思ったらちょっと俺あることを言うわみたいなね、これちょっとなんかやったろうみたいな、なんか やっぱありますよね、お笑い芸人やってる中で、はいはいはい、何かその爪痕残したろうみたいな、誰もやってないことをね、なんかそうで、まあ結構受けて、はい、結構盛り上がった時に最後、僕がどうもありがとうございましたって言ったら、あなたが帰らないんですよ、はい、帰らないじゃない、俺何やってんだと思って、はい、で、うん、決勝でお会いしました。でそれも結構盛り上がって受けてね、うん、で正直結構良かったじゃない。でテントに戻ったら芸人とかもなんか、ね、めっちゃ喜んでくれてたね、何やってんだよみたいなさ、そうそうそう、お祭りだったのよね、うん、で2人でさ、うん、ちょっと目くばせしてこれあるぞと、いや思いましたよ本当に、あるあなたが言ったじゃないですか、うん、決勝これありますか藤崎さん、はいなぜなら国民投票だからです、はい、国民投票、国民の皆さん、我々の安全目の当たりにして、はい、3組に入れれるんですと、はい、1組必ず入れてますってあなたが言って、うん、で僕も、うん、
ちょっとね、そんな気がしてきて、はいはい、みんながなんかワイワイやってる中、僕たちはもう遠くの廊下で、恥ずかしい話、もうネタ合わせをしだしたんですね、決勝の。そうですね。いや、だってもう行くと思ってますから、本当に。いや、行くと思ってますよ、本当に。うん、だって、敗者コメントまであなたが、ちょっと決めとかないと。敗者ってか、そのね、敗者活性で呼ばれた時にね、うん、あの陣内さんに、陣内さんになんか一言あるじゃん。スタジオへの一言とか。時計一つぐらいな、みたいな、二人で言い出して。だからなんか、なんちゃーみたいな言いようとかあるじゃん、なんちゃんがいないのにみたいな、そういうボケをしましょうみたいな、二人でその合点も言って、じゃあそのなんちゃんのボケをして、はい、じゃあお前なんちゃんって言ったら俺じゃあうっちゃんって言うわって、うっちゃんもいないけど、二人してなんかボケようみたいな綿密にさ、綿密になんかもうテレビだから、はいはい、もうテレビは失敗できないんです。そうそうそう、もうね、テレビの前のお客さんには、ね、俺たちが、ね、面白いっていうのを伝えたいと、はい、で綿密に綿密にやって、で、敗者復活戦結果発表も結構長いよね、3時間後ぐらいでしょ、あれ。ああ、そうだね。お客さんも待ってくれて、寒空のもとね、もう待っていただいて、本当にあれさ、ちょっと話それるけどさ、うん、俺たちのやる2分前にヘリコプターが横切ったの。ああ、そうだね。あれ危なかったね。あれ危なかった。あと、囲碁将さんもかわいそうやったしね、あの、救急車みたいなね、ピーポーピーポーみたいな、うん、あれ、あとバイクのブーンとかね、あれ、なんか後日談だけど、あの、救急車で運ばれたの、うん、セルライトスパのデブって噂が。違う、噛んだし。よくそんな失礼なというか、セルライトスパのデブって噂が。関わり一切ないのに、よくそんなよくというのデブとか。セルライトスパのデブだったらしいよ。何も知らないでしょ、あの人たち。先輩だぞ、多分。でもあれめ、あれだよ。ネタ中にブーンとかなるじゃん。何？ネタ中にブーンとかなんか、もうバイクがバーンとかで撮ったりとか。ドド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 みたいなね。で、ハリケーンさんがテントにいて、うん、俺も横で見てたの、ハリケーンさん。うん、そのブーンとかの時にハリケーンさんがもう、ハリケーンって言ってた。ちょハリケーンって言ってた。いや、もう本当になんか、あーみたいな言うのよ、うん、めっちゃ愛あるなと思って。あ、なるほどね。うん、どういうこと。ああ、その横切った車に対して下打ち、あーみたいな、うん、そんなのだってどう、本来どうでもいいじゃん、別に自分に関係ないんだから。ああ、いいね。うん、だめっちゃ愛あるのよ、あの人。どっち側、ハリケーンズの。どっち側、どっち側。ちょっとやばいな。なん全然覚えてないじゃん。怖いか、フランケンみたいな。フランケン、あのオールバック使えないよ、もうフランケンの。え、でも本当愛あると思わない？あ、まあ愛あるね。ずっとエマネムシしてらっしゃるじゃん。あのセルライトスパのデブの救急車運転してたのはハリケーンズさんだし。違うよ、だからやめてくれよ。あの飛行機もハリケーンズさんだし、実は。何人いるの同時に。何号ちゃんらしいよ。何号ちゃんだったの、ハリケーンズさん。じゃあそれ全面出した方がいいよ、そっち売れるから。それでハリケーンズさんそうらしいよ、何号ちゃんなの、全部ハリケーンズさんらしい。まあとりあえず敗者復活戦がね、はいはい、これで結果発表になって、で、うん、僕たちがもう、まあ、なんちゃんギャグとかね、うん、をやっててさ、敗者復活戦順位発表ですって言って、はい、ブワーってそのゆっくり名前が最下位から上がってくるのね。そうそうそう、もうラの字なのよ。そんなに分かった早く。遅くなかった、あれ。なんブーン、そうバーン、そうブーンバーン、ランジャタイって書いてあって、後ずさりするしかなくて、もう二人で、はい、あれだってびっくりしなかった、正直。いや、びっくりしたよ、そりゃ。あなたもなんか魂抜けた人形みたいになったじゃん。だすぐ耳打ちじゃなくて帰るぞ言ってて、すぐ帰るぞ。帰るぞってなんだ。まだおらんの分かるんだよ。あなたがもうやる気をなくしても完全ね、僕スイッチ切れますから。本当にスイッチ切ったね、急に。だからそこ怖いよね。こないだ全部遮断するもんね、そうだったら俺、天狗の花ぼきでも切れたでしょ。お、昨日か、あれ一昨日、一昨日ぐらいね。あれ俺すごいよね、あれ何が切り方、何が。切り方すごくない？質問コーナーみたいなのあったよね、なんかね、あの演者への。で、その、なんか誰かがいじったのよ、お客さんが俺を、うん、いじってましたね。伊藤さんのその髪型は美容室でなんてオーダーすればいいんですかって、はいはい、もうパスですよ、お客さんからの、はい、で、まあ、僕は毎回行って受けるやつがあるんじゃない。まあ、あります、あります。あの、この、その髪型、モデルとかいるのみたいな、うん、綾波、これは綾波レイですさ、うん、まあ、まあ大体受けるじゃん。まあ大体まあ受けますよ。だからもうそれだなと思ってバッと前出て、うん、それを言ったのが綾波レイです。前出て言ってましたね。そしたらもう
なんでしょう、もう見たことないぐらいの滑り方をして、うん、誰も笑ってないの、ね、そうでしたね、はい、で、すごいのがやっぱでその瞬間にやっぱりもうパツン、そうよね、うん、で、おそらくですけど人望もないんでしょうね、みんな助けなかったんですよね、誰もそれにもムカついてイラッとして、誰もその助け舟を出さないのね、もう過ぎる時間を待ってるのよみんな時間過ぎろと思っててみんな俺でも助け舟出せるじゃない、そうですね、ワントークのポーって喋って、はいはい、その後にで、そのあなたがもう本当にスイッチ切れて切りますよそれで、僕は風邪をひいてたじゃない、はい、風邪をひいてて、で、俺あなた残ると思ってたのよ、うん、そしたらあなたも風邪をひいたって嘘を突き出して、いや嘘じゃない、本当に引いてたの打ち上げの引いてたそんなでも引いてないでしょ、いやすごい熱が熱がそんな引いてるわけないよ、引いてたそれの影響もあるのかな、あの滑ったのは、まあまあ風邪ひいてね、そうそうそう、体調悪く、あのだって準決勝の時さ、うん、あの今年マーブル色みたいで来てたよ、あの顔色、顔が体調に出るのはやっぱりその心と、まあね、すぐ出るのは出るね、ここになんか本当にここなんていうの、出来物できてたしね、口元にそんな呪いみたいなのないでしょ、ここに、マーブル色の顔でさ、うん、で準決勝終わったらやっぱりパーって明るい少年みたいになってたまあね、そこら辺なんとかね、まあ難しいんでしょうけどね、まあ、とりあえず敗者復活戦終わりましたし、はいはい、まあ最下位というね、最下位ですね、はい、まあ、いいんじゃないですか、でも 何がいい、よくないよ、何、来年まだ頑張ればいいんですから、まあね、来年頑張りましょう、まあ来年ね、来年またやって、はいはい、再来年あと何年、あと5回出れますから、ね、そんなんもでも出れないですよ、もうキングオブコントに出ましょう、あ、今度ザ・ダブリも出たいな、ザ・ダブリは無理だよ、あのさ、俺思ってたのがさ、ああM1 の副音声、あの2人でやってほしいよね、まっちゃんと、うん、たかっちゃん、あれなら本音聞けるじゃない、ああ、それのは絶対ね、ねえ、たぶん建前あるんだよね、うん、審査員の建前、それはあるよ、それはしょうがないねえ、なんか本音を聞きたいのにさ、うん、本音なんか言わないよ、テレビで、えテレビで本音なんか誰も言わないよ、なんでなんでって、だってもう人気なくなんだから、そんなあれと一緒なこと言ってるね、何、ね、あの、村本と中井さんが、いや、誰もテレビで本音言わないです、ああ。いいこと言うわ、それも聞いた、多分聞いてね、言おうと思って俺聞いてるかもしれない、村本さんは好きで結構見てるから、いや、いいよね、あれまあ、しょうがないでしょ、何の話しようってたんだっけな、ザ、でもそう、ザナイトって見た、その村本さんの、多分それ言ってた回かな、ザナイト、あー、見た見た、ものすごいその M1 の審査員に怒ってた回でしょ、そうだっけ、うん、M1 の審査員っていうか、なんかもう全てに噛みついてなかった、噛みついてた、言ったらそのまっちゃんかもしれない、普通まっちゃんもやし、いやもうすべてすべての、まあ劇場じゃない芸人でしょ、うん、漫才をやめた死ねんって言ってなかった、言ってた言ってた、あれもう終わりやじゃない、あんなのすごいよね、あれ酔ってたとはいえ、あれ酔ってたんだね、あれから酒飲みながらやってもあれも、あ、そうなんだ、うん、で俺かっこよかったけど見てて、ああ、あれがなんかエンターテイナーというか、でもね、かっこいいとは思ったけど、まあアメリカ行くんでしょ、だってだから、あ、そうなんだ、多分もうどうでもいいんだろうね、日本、うん、あと多分もう嫌われてんだろうね、ものすごい、いや、めちゃくちゃ嫌われてるらしいよ、本当に、そうだろうね、うん、じゃないとあんなことできないもんねちょっとでも好きな人いると、でも楽屋に入れないから袖にカバンとか置いてそのまんま出てそれ持って帰るなってネタ終わったら、なんでだろうね、いや、嫌われてんじゃない単純にもう、あ、そうだ、で、敗者復活戦の話戻るけどさ、はいはい、終わって、まああなたが帰るって言って 帰ったじゃない、うん、その後、僕はもうスイッチ切れてますから、まあ、あなたもったいないことしたんですよ、はいはい、なんか天竺ネズミの川原さんがさ、はい、飯行かないって誘ってくれて、はい、ああ行きますって言って、それ川原さんとニューヨークの子と、うん、はい、あともう一人アイロンヘッドの一人片割れの子、はい、4人で、はい、ああいいじゃない、いやこれ素晴らしいんですよ本当に、うん、飯食いに行って、はい、で川原さんがさ、もう優しいのよ本当に、うん、もう今日は飲み食いしようよ、飲み食いしようやから、なんで今日は一晩中飲み明かす会だからいい、ああ、もうみんな本音でさ、うん、先輩後輩隔て関係なく喋ろうよ、はい、で、まずあのツイッターをアイロンヘッドがやってて、うん、で、みんな
ちょっとどうなるかなって川原さんが、うん、俺はマジラブが行くと思うよって、うん、マジラブがちょっと風穴開けるんじゃねえかと、はい、扉開いていろんなその地下芸人が出やすくなってくれる道を開くと思うんだって言って、うん、でアイロンヘッドがツイッターをずっと見てて、あの、はい、テレビ見れないから、うん、川原さんとマジカルラブリー今大炎上してますとんでもないことになってます、はい、何か上沼さんと会ったみたいです。何かが分からない、よく分からないけど、予期せぬ方向に行ってるってなって、で、まあ、結果でもいいのよね、マジカルラブリーさんは。まあ、結果それでテレビ結構出てるよ。出てる、あれの件で。マジでマジで。よかったよね。よかったよかった。売れるでしょ、もう。いや、まあそうでしょう。下手したら一番爪痕残ったんじゃない、今回の。でもそうだよね。マジでそうだよ。だってもう印象がないもんね、うん、マジカル怒られたコンビって出てる。そうそうそう。スッキリも出てたよ。出てたよだからそう考えるとよかったんだ。やられキャラみたいなんだけど、なんか下からのみんなにバカにされて下手さいわみたいな。いやでもいいよね、もうそれでもいいよ。あれでいいよね、全然俺らもあれでいいよ、芸人で、うん、で行きたいよね。行っても楽しみじゃない、上沼さんがなんていうか。まあね、それ行きたいよね刺客が放たれんじゃん俺らで上沼さんがなんてやねん、気づいてあいつ怖いよね。上沼、小さい上沼がいっぱい来そうじゃない、5人ぐらいで弓山怖いよああ、それで、うん、やっぱりね、そのみんなに優しいんですよ。ああ、そうなんですか。千塾さんが一つ一つのいいことを言ってくれるのよ。すごい。ニューヨークはもうこここうだから、もうお前らも絶対行けるし、でもアイロンヘッドもこうこうこうで、でランジャタイ もうこのまま行ってくれと、うん、でギャオで見たらしくて、うん、俺たちの動画をで、あ、なんやこいつらってなって、うん、で面白くて、で、あ、絡みたいってなったの、このこいつらと。で、ま、俺ライブ呼んでくれて、うん、1月とかにまたこの今後 YouTube の川原チャンネルとかもなんか出てくれって言って、うん、で終わって、そのアイロンヘッドさんが帰ったのね、はいはい、アイロンヘッドが帰って、そしたらさ、うん、笑い飯の西田さんが今から来るってなって、はい、チャンピオンが、チャンピオンよ、はい、M1 チャンピオン、うん、そっからもうね、熱い話をみんなで、いいなぁ。いや相当良かったよ、本当。言ったら俺が大好きなお二人じゃん、そんなのね。いやそうだろうね、うん、あなたのは言ったら思い入れあるんでしょ。見てるからね、だってそりゃ あなたのは絶対思い入れある、二組がもうすごいトークをするのよ。すごいトークですよ、お笑いのね、その頂きをまず決勝行ってるじゃない、天竺の、ね、行ってる行ってる、笑い飯も頂きに登った氷山の一角っていうの、あれに登った者同士のトークをするんですよ、はい、なるほど、こうこうこうで、こここうで、こうこうこうで、こうやなみたいな。で、河原さんの、あ、そうっすよね、そこは、そこももうちょいその下げるとか、ここ喋るといいと思うんですって言って、で、ニューヨークも入ってくのよ、やっぱ若手のホープだから、はい、いや、僕もこうこうこうで、こうこうこうだと思うんです、ああそうやなって言って、でも僕はものすごいうなずいてね、うん、すごいっすわーって言ってたのよ、うん、本当にそうっすよねーって言ったんだけど、心の中で正直何言ってるか分かんなくて、なんでレベルがちょっと高すぎてというか、いや分かるでしょ、なんとなく、いやなんとなくですけど、でもあの会社のね、自分なりにちょっと分かったと思ったのも言ってみたのよ、 あじゃあここはこうっすよねみたいな、ここでこういうことなんですよねって言ったら、3人ともえみたいな、違うっていう感じのなされて、えちょっと待って、あ、あれ、あ、そうか、あ、ここで、こう、あ、違いますわ、何言ってるどういう話してんの、それ言いたかったの、その場合違いますわって言って、いやだからね、例えるのよ、全部、なんて言うんだろうね、そのまあ強い、まあ全然多分もう話違うけど、うん、強いツッコミには、弱いボケなの、なんかこうメインディッシュに、メインディッシュにはそんなにもうメインディッシュいらんねんみたいなの言うの。そうだね、うん、で俺もだからそういう、はい、だから牛丼に牛丼ってことですよねみたいな、なんか牛丼に牛丼だから、だからそういうことなのよ、うん、
でもメインディッシュにはメインディッシュがいらんねんなっていう例えの話だから俺もね、うん、あじゃあ牛丼にはうん牛丼じゃないっすもんねで違うってなるじゃん、うん、で俺もちょっとあそうっすよねちょっと待ってで自分で考えるのよもう分かんないよ分かんないけど分かったりするんだよああ違いますわもうだから違うんだろうね言ってることがいやでも大体分かるじゃんでもいいねいやもうね痛かったよその正直もうあなたも僕も分かんないと思う何にも普段レベルの低い話ばっかりしますからねゴシップばっかりしゃべってね芸能のゴシップばっかりしゃべってキャッキャ言ってねみんなであの芸人とあの女優が大不倫をしてらっしゃるんでバーッてみんなで本当にって言って、まあ、主にモダンタイムズだから最近出たゴシップがさ、はい、エグザイル全員字汚いとかなんだねそれもみんなでさうわーってなんじゃない盛り上がれるの加納恭子男説とかわけないだろ全然通用しないの出ないのよそうゴシップがお笑いの話ばっかでしょいやそうなの、うん、すごいよねあの人たちお笑いの話しかしないの朝方までいやでも それが芸人としてあるべき姿じゃない正しいまあねで俺ねゴシップ出ると思ってたの絶対、うん、ちょっと酔っ払ってたらゴシップ出るだろうなと思う一切最後まで最後まで最後までその M1 の話でやっぱ締めるんだよねで西田さんとかやっぱ9連続で出てるらっしゃるから、うん、もうえげつないじゃん今考えたら9回連続すごい神の見業ですよそんなそうよねとんでもないもう多分違うんだろうね、うん、だからもう1回行くだけでどんだけ大変かっていうのがもう分かるじゃんもう、うん、分かるあのやってる人たちから ねしたらもうこっちはもうゴシップを増やしましょうよなんかその人たちにも通用するようなゴシップをさ割って入れるようなゴシップいや割って入っちゃうお笑いで対抗してたのお笑いの話で割って入れるようなゴシップをさ、うん、加納恭子ちょっといいですかと加納恭子知ってます？知ってる。あれ、男です。見てね。はい、お前。ちょっと待って、ね。もう一個いいですか。はい、エグザイル全員時期なんです。はい。言われますよそれ。お笑いのね話をでも熱いもあるでしょ本当はそんなこと言ってますけど。いやでもさ、うん、次の日。ランチャータイムスだったじゃないですか、はい、次の日ねそのまさに敗者復活の次の日ランチャータイムスだったね M1 の次の日が、うん、びっくりしなかったどうでなんですかだってあの寒空の中さ、うん、あれは外飲みじゃねえのかもう外飲みじゃなかったねあそっか、うん、もう外飲みじゃないんだ桜水産で桜水産で、はいはい、一切お笑いの話言ってなかったでしょやっぱりまたゴシップ言ってます誰々が誰々とやっただのなんだの誰々が誰々とやろうとしてるだのだのねもう恐ろしいですよもうすごいよねでお笑いライブの話しらきちゃん仕掛けてきたじゃないあしらだからもう、ね、あお笑いの話だと思うんですそのお笑いライブのお客と芸人がやった話を出口はゴシップだったねやっぱりそこに向かって喋ってたのやってたのよあの人がそんなばっかですよやっぱりゴシップなんですみんなそんなばっかだよねそんなんばっかいやもうあの周りがそうなんだろうねいや俺の周りのそのこうちゃんメンバーっているじゃんこうちゃん分断っていうかもう今 Tinder しかしてないからね会ったらすぐのもう右スワイプのライクライクみたいな出会い系のでしょずっとやってそう Tinder いやもうホットなひどいよあれとありますけど西園君とこの間会ったんですよ、うん、もうね本当に鳥貴族ですよはいはい、仕切りないんですよ、まあ、こうちゃんメンバーの一人、ね、でっかい声で Tinder の話するのよ同期のマスオチョップの西さん、うん、Tinder はねーみたいな Tinder だよそう Tinder ってのがあってさ知ってるよあいつらすごいのがもうすごい顔写真のっけんじゃん自分ののっけるのっける芸人とか自覚ないかな売れた後バレるみたいなえあれのマスオチョップ西園で登録してんのそれとももう西園ヒロムでやってちょっと隠しつつじゃないさすがにあれでもうさ全能力をさあいつ Tinder に使ってんだよ今、はい、お笑いとか振らないで、
全部のスキルをさ、Tinder に使って一回見せてもらったんだよ。うん、Tinder ね。どんなんなのって言ったら、うん、ムキムキ見てて、はい、俺まずあの課金はしてないんだよみたいな。そう。課金するんだって。はい、Tinder ってそのいいねってのが来て、はい、あなたも やってらっしゃる。軽くやりましたよ。軽く、まあ、そいつらに言われて影響受けて。でその全く会えない状態ね。あ、そうなの。いや無理無理やんな。でも園田さんとか。園田も10人ぐらい会ってますから。だからその横綱ですよ、そんな。愛車を担わって帰り道でさ、電話かけたの今どこいるって、うん、みんなで集まってて、うん、川添君以外の。いいじゃん。縦尾の家かなんかで鍋して、うん、まあ、M1 見てんだけど、うん、もうずっと Tinder しながら M1 見てんの。すごいよ。父さん、今マッチしましたよ。そう、マッチってのは、父さん。なんか自分の顔写真を見て、うん、いいと思うと、いいねってボタンを押すでしょ。でそして、ね、自分もその相手にいいねを押すとマッチするんだよね。そうそうそう、お互いがね、いいね同士になると。だ M1 ももう Tinder しながらだからよく見てないよ多分。西園くんがさ、うん、そのモザイクかかってんのよ女の人に。はい、はい、それは分かんないのね、いいね来た段階では。いいねが来てくれてるんだよね、うん、自分に。はい、でもそれをあいつはさ、うん、携帯をまず遠巻きに見るのよ話して、はいはい、自分の顔から、うん、するとで10秒ぐらい凝視するんですよ。うんって言って、で、まぶたをパーンって閉じてさ、うん、そのモザイクをさ、うん、開けてくるのよ、心の中のやつ。え？鮮明に開けるの。何？念能力じゃん。で、幾千万の Tinder の女の人の写真あるじゃない。ある。それをボーボーって指でスクロールして、うん、ブーン、パーン、いたーって言ったモザイクの女の人を見つけたのよ。この間、2分もないからね。だ、念能力をほぼ全振りしてんの。メモリの無駄遣いよそれ。お笑いやばいよ。いや、マッチは僕のものみたいな名前で念能力。しょうもないことを使ったね。いや、怖いよ本当に。怖い、帰りたかったもん俺も。あの人恐ろしくて。 Tinder ね、Tinder の話ばっかりしてた。 Tinder はね、Tinder がさ、 Tinder ぐるいでしょもう。 Tinder がさ、 Tinder がね、 Tinder さ、 Tinder なんだよね。だって荒波に例えるじゃん、うん、Tinder やっててさ、うん、まあ、マッチしてやり取りしてて、うん、そしたらその相手がその彼女とかいるんですかって言って、いや彼女はいますって言ったんで、うんうんうん、あ、いるんですね、でもこんなことしてていいんですかって、いいんですよって思って、例えば、え、本当に会っていいんですかみたいな、うん、え、会いましょうって思ってさ、うん、そしたら急に終わったんですけど、あれおかしいなと思って、うん、そしたら携帯プルってなって、LINE 来てて、うん、見たら、その今付き合ってる彼女で、うーわ、え、本当に怖っ。え、会ってもいいんですねみたいな来て、うーわ、え、どうだったのそれで。それなんか、泣いたらしくて、そっから一人で。それは泣くでしょ。泣いて、で、なんとか謝って、うわ、長渕歌わないと立てよう。で、会ってなんとかしたらしいけど、うーわー、めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖いよ。写真をじゃあ変えてくるってことだ。そう、そんな罠ある。でもいや、怖っ。めっちゃ怖ない？いや、怖い。だって西園のマッチしてた相手が立てよともマッチしてたって。もうやばいよ、あいつら。ノーティンダーって言ってたよ、西園。何？これはノーティンダーだよ。ノーティンダー、もう自分の中でさ、語録があるのよ。ノーティンダーとかいう。そんな流行ってんの、ティンダー。なんか流行ってるみたいだよ。いや、恐ろしいな。あれ、うん、なんか、あんな可愛い子ばっかりいるわけないと思うけど、俺は。みんなある程度可愛いの、見てたら。もう顔写真乗っけて。嘘だと思うよ。でもさ、もう我々なんか結構、すぐ、あなただって特徴あるからすぐバレるんだ、髪型とか。でも俺もだから一応顔隠して登録してる。あ、そういうのできんの。そうそうそう、顔塗りつぶして目だけちょっと出して、だから多分分かる。髪型塗りつぶしてないでしょ。髪型は塗りつぶしてる。もろバレだよ。髪型だけですぐバレるからね。お笑いとかその入れてんの、キーワードみたいな。キーワード、うん、ちょっと、じゃあちょっと画面見る。これジンダーのね、そういうの見れるんですか。これこれこれ。伊
当工事やんこれ。これダメ？わかる？いや絶対わかるよ。じゃあもうやめよう。会えないしどうせ。いや恐ろしいのは多分さ、うん、まあお笑いの人たちが来るよ下手したら。来るの？来る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 。で来てよからぬ噂流す人も絶対いるからね。伊藤浩司会ってますみたいな、こう Tinder やってでいろんな噂流すよそういう人たちは。もう慣れっこですからもうそれもうまあ今年いろいろありましたからね。こんなにね遊んでないやつもいないと思うけどね俺は。いや本当なのになんか謎のその風潮だけが流れてってね。でもまあ風俗行ってますからね。風俗は行くでしょそれ風俗ぐらい行かしてくれよ。早朝風俗いる。しかもあのホストにバカにされる早朝風俗。朝ね6時ぐらいから並んでホストが来るんでしょ。出勤あのもう帰りのホストがね見て気持ち悪いっていう。どこ行くって。きついよそれ。ああそうだ、その前のあれで思い出したけど敗者復活戦のさ、うん、いろんな人が見てくれてて。はいはい。まあ、僕の家族やら、うん、それこそ僕1000カットなんだよね。あーはいはいはい。1000カットでさ、お安いとこで、お安いとこで来て、その1000カットの人には芸人って言ってあるの、うん、それこそあの仮装大賞、金ちゃんの仮装大賞のさ、うん、あの時からの付き合いなのよ。へえー、今から実は新人漫才大賞っていう番組。でも古いですね。じゃあずっと来てもらってんだ。そこずっとそこでその人に切ってもらってんの、うんうん、もう結構いいからね、その人に切ってもらうと。あ、縁起もいい。縁起もいいから、大会の時に切ってもらってるから、その、うん、で、もう敗者復活戦みんなで見てたらしくて、1000円カット、うん、みんなもう D ボタンっていうの、うん、携帯投票みたいな。そうそう、携帯を2台とか用意してくれて、ありがたいですね。で、ランジャタイが出てくるってなって、うん、で、正直もうビリで出てくるとは思わなかったんだけど、まあそれは誰も思わないですね。ちょっと1000円カットがザワッとしたんだって、うん、あのビリなんだみたいな。それでも応援するぞみたいな、みんなでさ盛り上がって、はい、でテレビでバーって出てくるんじゃない。でもう出てきた瞬間にもう俺たちのネタがあるじゃないですか、うん、ネタより俺の横の人の髪型見て何この髪型ってなったらしくてそんなおかしくないよこの髪型。いないって。え、いないって。やっぱり好きでやってんの俺はもういいだろな、そんなおかしいんですかこれ。いややっぱおかしいらしいよそれ。何がおかしいの。もうね、毛量もおかしければ、髪型もおかしいって、うん、あとやっぱ肩幅もおかしいですって合ってないって、マッチしてないんだって。どうすればいいのじゃん。アイコラみたいだって言ってたよ。アイコラみたい、うん、これは俺が言ったんだけど。なんだ1000カット見てくれでびっくり、いないって、その注文する人、その髪型これ誰一人いないって、これにしてくださいみたいな。初めて見た髪型だって、1000円カットの人たちが。いやそれは褒め言葉じゃないですか。むしろまあ褒めては全然なかったよ。いやいや、なんか何でも言う、唯一無二ってのはいいことじゃん。これにしますかって言って、うん、髪が伸びましたと、はい、で1000円カットの人たちはどうでした、この髪型にしようと思いますかって言ったら、うん、うん、いやでもしないですとか、やっぱり私もしないとか、みんな皆さんやっぱりおのおのしないという決断だけは。いやそれをね、はやらせますから。これをハマラー、ハマラーみたいな、ハマダーみたいなね、うん、流行るかね。いや売れたら流行るのよ何でも。髪型で流行ったってあれベッカムぐらいじゃない。ベッカムヘア、あれ、うん、異常に流行りましたね。流行った流行った。アホみたいにみんなしなかった。あれだってともしげさんがしてたからね。あそっか、うん、でもみんなしてたよあれ。ともしげさんがベッカムヘアして、うん、あのなんちゃんさんのライブ行って、はい、一番前で寝て、はい怒られて反省して坊主になって、で今の髪型。ああそっからずっとじゃあ反省中みたいなことですか。そうまだ寝ますんで僕は下手したら、うん、まあねもう頑張りましょう。じゃあもう本当にまた来年じゃないですか。なんか新しい大会も出たい ね、そういうザ・ダブルみたいなあるといいんですけどね。ザ・ダブルはまあ出れないからね。だって女だから。そっかザ・ダブルのあれ裏側でも R1 なんかだってそうだもんね。 R1 ね、うん、男版みたいなのも欲しいよね、ザ・ダブル。いいですね、男版。男はありゃいいけど、ないもんね。ないね。男版はいい大会になりそうだよね。てか、全部男版じゃん、だって。え？ M1 もキングボコントも、ほぼほぼ男版だと考えて、間違いない。男版にして、一回でも楽しそうじゃない？男版。男って何？ W じゃないもんね。
T。ウーマンで W だから、男だったらマンだから M じゃない。M1 だ。あ、M1 になっちゃうでしょ。M。漫才か。ザ・ M。男性ってなんて言うんだろうね。マンだよ、マン。マン、マン、ザ・マンか。ザ・マンでいいんじゃない？ザ・マン。ザ・マンだじゃん。ザ・マン。ザ・マンザイ。なんかないかな、でも。男ワンとかでもいいんじゃないの？男祭りとかね。男祭り、トライド。男だけのお客さんの前でやるとかね、男一人が。あ、それだとちょっと面白そうだけどね。師匠とか。ね、なんかスポットライト当たりそうだよね、日頃当たってない人に。なんかね、でも新たな道を見つけないと、もう売れるために。ジムキャリーさんに絡むとかね。あ、ね、動画をね、ジムキャリーに送ろうかする。 それでもマジで早くやろうよ。あと事務所に撮ってもらうよ、トーク、トークの。あ、トークもとかね。あの、イグちゃんいいことするよね、ああいう、あのウエストランドのブチラジとかね。そうそうそう、ああいうのしてもらったりして、ちゃんと事務所が手厚くね。まあ、こんなとこですかね。まあまあ、そうですね。とりあえず終わりますか。じゃあ一回今終わって、じゃあまたね、また聞いてくださったら。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、なんかエンディングの曲とかいらない？いいかも。はい。